Suzuki Masao-san は20歳です。松の運転手です。毎日上田から丸山までバスを運転します。ある日の夜です。秋の静かな夜でした。鈴木さんのバスは午後中に上田を出ました。お客さんは8人です。バス停に着きました。お客さんが線に降りました。次のバス停に着きました。お客さんがまた線に降りました。まだ次のバス停に着きました。男の人と女の人が降りました。もうバスの中にお客さんはいません。前にお客さんとら子がいます。鈴木さんのバスはそのトラックの後ろ走ります。ああ、今日の仕事ももう終わらない。早く家へ帰りたい。早く寝たいない。その時前の大きいトラックが止まりました。うわ、危ない。鈴木さんはバスのブノキロを踏みました。強く踏みました。キー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 。鈴木さんは前を開けました。どれも静かです。大きいトラックはもういません。ああ、危なかった。鈴木さんはまだバスを運転しました。次のバス停に丸山ヘガスです。バス停にだらかります。鈴木さんのバスは止まりました。お客さんが一人の、乗りました。鈴木さんはお客さんの顔を見ました。おばあちゃん、どうしてお客さんは鈴木さんのおばあさんでした。おばあさんは言いました。マサオ、元気でしたか？マサオはバスケ好きでしたね。今、マサオはバスの運転手さん。おばあちゃんは嬉しいですよ。鈴木さんのおばあさんは、10年前、病気で死にました。鈴木さんはおばあさんが大好きでした。おばあちゃん、そうですよ。おばあちゃん、そこ、仕事が終わります。一緒に帰ります。マサオ、それまで来ません。おばあちゃんのうちは、とても遠いところにありました。ありますから、遠いところ、そう、遠いところ。だからマサオは、マサオのうちへ、前はダメですよ、後ろですよ。前はダメ、どうして？鈴木さんは前を見ました。そしてまだバスの中を見ました。おばあさんがいません。おばあちゃん、どこどこ？前はダメですよ。おばあさんの声です。後ろですよ。後ろい。さよなら。マサオ、さよなら。鈴木さんは後ろへ見ました。あれ、後ろはとても明るい。どうして？後ろい。まだおばあさんの声です。鈴木さんのバスは後ろへ行きました。うわ、明るい。ここはどこ？人の声が。マサオ。お母さんの声です。マサオ。お父さんの声です。
鈴木さんは前を開きました。ああ、明るい。赤さんの顔、お父さんの顔、そして白い服の医者。鈴木さんのバスは大きいトラックにぶつかりました。でも鈴木さんは死にませんでした。鈴木さんは3ヶ月病院に言いました。鈴木さんは今とても元気です。今日も元気にバスを運転します。そして丸山東のバスです。今日もいます。おばあちゃん、ありがとうよ。